ただいまやっていきましょう。バディミッションボンドですね、やっていこうということで、サブエピソードを見ていくと、バディエピソードを見ていくという回ですね。見ていきましょう。レッドダイヤ確保のための捜査中、オフィスなでしこ、地下鍛錬場。ああ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、エン、ワン、エン、ツー、エン、ワン、タ、危なかった。木馬が、ね、そうだよね。いや、若さかな、あっちゅう間に成長しちゃって。木馬との地獄のレッスンの話かな。お、なでしこちゃんだよね。ほう、自主練とは関心だ。木馬、少しいいか。俺は高いぜ。あ、違った。違った、自分を安売りする、安売りする方だった。たっぷり行く方だった、とっぷり。実は今日友人がハンバーグ店をオープンした。それでお肉がいっぱいもらえたのかな。そういうつながりがあるの。祝いを届けるつもりが予定が立て込んでしまってね。届けてきてくれって。私の代わりに彼女にこれを届けてくれないか。できれば今日中に。女性か、花。お安いご用だよ。場所はどこだい。地図を書いておいた。土地勘のあるお前なら迷わないだろう。ああ、だからか。彼女におめでとうと伝えてくれ。土地勘があるから木馬に頼んでるのね。でも20年前でしょ。だいぶ変わったって言ってる。了解、必ず伝えるよ。もしかしタブレットあるならスマホあるじゃない。ダンディー祝いを持ってきたダンディーなおじさんに一目惚れ、そのままランデブーなんてことも。まあ否定はしないぞ。確率はほぼゼロ、2アイコールゼロだけど。否定はしないでおこう。可能性はな。ルーク、可能性は常にある。練習中すまないが、絶対はありえない。一緒に行ってくれるか。何分その友人はナンパ人間はミンチにすべしが口癖でね。どんな口癖。え、じゃあ美人さんってこと。なでしこちゃんレベルの美人さんってことだよね。ナンパめっちゃされてるからイラついてんだろうね。それは歩けねえよみたいな街を。凄惨な未来が見えますね。わかりました、お受けします。ミンチにされる。仲良くミンチになろうね、ルーク。ルークも。いや、それを防ぐのが僕の役目です。それじゃ二人でお使いに出発。おお、意外な展開。どんな人だろう。はい、アッカルド劇場がある中心部と違って違うか、ハンバーグだ、洋食だ。この辺りは小さめの店が多いんですね。ああ、テイクアウトの店や屋台なんかも充実してて、ほら、いい匂いがしてきた。いいね、それはいいね。ルーク、おじさんから提案があります。せっかくだし、ちょいと寄り道してうまいもん食べてかない。渡した後にしない。どっちかっていうと渡す前に行くとちょっとね、渡すもの汚したり可能性あるんで。遅れたり、先になでしこさんの用事を済ませた方がいいんじゃ、ね、その方が安全じゃない。大丈夫大丈夫、ここから 2,30 分で届けられる距離だもの。海外くらいでさほどのロスは生まれんよ。じゃあ1点2点ぐらいね。うん、確かにものすごくいい匂いがするわけですが。でしょ、この匂いの元はと言いますと、もちろん縁起串だ。おお、いい感じの名前の串だね。串焼き。お兄さん、これちょうだい。ルーク、お腹空いてる？1本だけで大丈夫？今なら3本でおまけが作って。 おまけって何？1本おまけってこと？あっという間に買う流れに。じゃあ2人で3本じゃ足りないか。じゃあ4本買おう。2人2本ずつ。しかし縁起串ってなんだろう、気になるな。ハズレまんじゅうとかあるとこだからな。ねえ、迷ってる暇があったらさっさと食べてお使いに戻ろう。木馬さん、一本ってどのくらいの大きさですか。うん、ね、これ何これ、新しい背景。ルークの分。何これ、何これ、なんか何これ、陽介とかが乗り何か寄りかかって寝てそうなんだけど、日の光浴びて寝てそうなんだけど。おお、すげえ。これが縁起串。縁起良さそう。どういう食べ物なんですか。縁起良さそうだけど、エビの尻尾がついてるからバリバリいかなきゃいけないの。それエビだけはきついね。これね、カルシウム。おじさんもこの間初めて食べたんだけども、三日倉の伝統料理。花が素敵だね。おせちを手軽につまめる革新的な代物なんだ。三日倉の伝統料理にされてるおせちが。なるほどね。花の桜になってんのかな、あれは。
せちって確かお祝いの時の食べ物だって聞いたような。そうそう、ここは日本ではないですか、ね、新年に振る舞う料理で縁起がいいものばかり入ってる。縁起串はそのアレンジ版だね。残念ながら伝統を重んじる人には不評らしいけど、まあ俺は美味しけりゃ何でもいい派だからして、ささルークもお試しあれ。はい、伝統ある人は新しいものを嫌う感は確かにあるけど、いや美味しいでしょこれは。お味はいかがでしょう。うまあまりにもうまい。ルーク何でも褒めてくれるからなんかいい旦那さんになりそう食べたものなんか外れまんじゅうでも何でもかんでもうまいって言ってくれるから。まずはこのエビ、プリッとした歯ごたえの後に出汁がじゅわーっと溢れ出る。そして食レポ、食レポ僕はこれが一番好きです。卵料理ですかね。そう、卵とはんぺんでできてる伊達巻きって言うんだ。伊達巻き覚えました。この二人の会話平和でいいな。甘みと柔らかい口当たりこれは10個くらい余裕でいけますね。他の二人がなんか深刻な感じが多すぎてこの二人が平和で助かる。最後のこれは何ですか。昆布巻きだよ。昆布、三神楽ではメジャーな海藻なんだけど、お国じゃ食べない？そうですね、多分初めて食べると思います。ああ、そうなんだ。おせちは知ってんのにそうなんだ。これは不思議な食感と奥深い味わい。噛めば噛むほどにうまい。この味を知らなかったのか。飲み込んでから喋りなさい。損をしていた気がします。飲み込んだちゃんと飲み込んだ。じゃあそんなルークに縁起串をもっと好きになれる情報を教えちゃう。この串に刺さってる具には一つ一つ意味がある。ほう、意味ですか。これはおせちとかもそうなのかな。ルークお気に入りの伊達巻きには知識が増えますようにって意味がある。なるほど、見た目が巻物に似てるからなんだ。なるほど、忍者っぽい。エビはというと長寿の象徴だ。背が丸くてヒゲが長いから老人に例えられるわけだね、うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあ昆布巻きはダジャレ、昆布を喜ぶにかけてるの。あ、そうなの。これ本当におせちはそうなのかな。へえ、面白い成り立ちですね。なんか本当っぽいな。以上、みかぐらの若い子も意外と知らない豆知識でした。みかぐらの古い子ですからね、あなたは。ルークも気になる子ができたら披露していいからねあ、トリビア。バイオの知識だったのか。はあ、美味しかった。ごちそうさんと。そういう知識も仕入れとかないといけないのか。ごちそうさまでした。じゃあなでしこさんのご友人の店、地元民の知識を仕入れておかなければ。看板は霞パンケーキ。あ、広告見た時から気になってたんだ。やばいなやばい流れだなこれ。お、お客さん何見てるんだい。大変な流れだってきたの。いや、その先に用事を済ますべきだと重々分かってはいるんですが、塩気のあるものの後はやっぱり甘いもん欲しくなっちゃうよね。いや、ほんと話の分かる子だやばいな、この二人に任せたのは間違いだったんじゃないか。采配ミスじゃないか。そして夕方へですよねあ、夜になっちゃった。ハンバーグ店が食った食った。おじさんさすがに満腹だ。何しに行ったか覚えてる。お前ら絶品でした。あのとろけるような舌触り、だって実現してるんでしょう。やべっていう、やべっていう。二人ともご苦労様と言いたいところだが、なぜ荷物を持ったままなのかな。お使いもできないのかい。あ、しまった。笑顔で怒るタイプ。すぐに届けてくるね。怒ったな、なでしこちゃんは怖いと思うけどな。すみません、行ってきます。今さら行くんか。やれやれ、楽しそうなことだ。てかもうなでしこちゃんが行った方が早いんじゃないの。また買い食いで帰ってくるやろ二人多分。はいなるほどね。あー、歴史博物館を二人で操作か。おー、なるほどね、そういうことね。はい、
レッドダイヤすり替えのための捜査期間中、オフィスなでしこ朝。あ、いたいた。アロン、今ちょっといいかい？アーロンとモクモカ。なんだ？おじさんね、今度市民会館の忍者ジャンショーに出ることになってんだけども、うん、キャストに欠員が出ちまってさ、誰か紹介できないかって言われてて。やらねえぞ俺は。まあそう言わず、結構アクロバティックな劇だし、お前さんにしか頼めんのよ。やらねえっつってんだろ。ヒーローショーなんざ冗談じゃねえ。ヒーローショーって言っても頼みたいのは仇役の方だよ。それでもダメかな。仇役？そうそう、忍者じゃんの宿敵悪侍。なぜか侍と戦ってんだよね忍者が。そういや、何度刃を交えても忍者じゃんに屈せずほだされず悪の道を貫く名悪役。意外に好きそう。アーロンが惹かれそう。どうついちゃわない？それは俺の役だって魂が叫ばない？そこまで言うと叫ばんそう。叫ぶかよ。まあ、あんたと刃を交えるってとこだけはそそられる。そういう流れか。どうせごっこだろう。くだらねえ。もう行くぞ。待って、五章だから代役確保できんことには飲みのツケもチャラにならな。お前それ20年前のツケじゃなくて現在のツケだよな。お前もう早くもツケで支払ってんの？どういうことだのお前。いいんだよね。早いよ。何しろ今スカンピーンでさ。スカンピーン頼むよアーロン。おじさんお金以外の頼みなら何でも聞いちゃうからね。ああ、じゃあ本気で戦え。なんてね。あ、やだ悪い顔。はい。どうせ戦いたいんでしょアーロンは。はい、先払い。あ、違った。ちゃんとやってくれて。数日後、市民会館。ふはは。ザアロンだなあれ。その程度で俺は止められないぞ。もう呼びすぎる。もう呼びすぎる。どうや、アーロンどうやって髪の毛、髪の毛どうやって収めてるのその中に。なあなあ、今日の悪侍下手じゃね？お客さんを怒らせるな。背中にスタンドを出すな。スタンドという名の自分を出すな。てい、お前もかい。ある侍ちゃうとうてやそりゃいやそりゃ負ける気ねえだろアロン。いや、さすが見事な盾だ。ちびっ子たちが固唾を飲んでるよアロン。盾って読むの殺人って。本気でやってるよ。ワル侍観念して独り占めしたまんじゅうを三神楽島のみんなに返すんだ。ちっちゃいな、やってることが。悪侍って侍なのにやってることちっちゃいな。ありゃ、セリフ飛んじゃったかい。こっからはアドリブだ。次はね、誰が貴様の言うことなど聞くかだよ。3時間だ。え、稽古が2時間半、ショーが始まって30分。うん、そんだけの間クソダリー演出に付き合ってやったんだ。もう十分だよな。脱いだ。ちょ、ま、うわ、脱いだのかな。それとも着た状態でやってる。着た状態か。アーロン、おじさん激しいアドリブにはついていけない。子供が喜びそうかな、本気でやってると。ショーに出るっていう約束を俺は果たした。次はあんたが果たす番だろ。終わってねえだろショーが。今度こそ全力で俺と戦うって約束をな。何もステージでやらんでもこのせっかちさん。これ木馬の正体はいつ明かされるんだろうね。最後まで明かされないの？最後の方まで。家に帰るまでがショーですって先生が言って。そんな教師俺は知らねえな。あー、まあ、俺の教師はね、うん、墓に入るまでが墓に入るまでがデートだって時間か。死んでもデートは終わらないっていうことを教えてくれたけどね。はい、ユーノさんとのデートは終わらない。このままじゃ盾が永久に終わらんよ。終わらねえんだよデートは。おじさん残業は勘弁でして。ちゅうことで、あ、す
講師は本気になったか。面白い。ピシチームが平和すぎる。散りゆく哀れな者たち捧げてみせよう彼岸花。散りゆく哀れな者たち捧げてみせよう彼岸花。あっ、したまま回し蹴り。これ木馬のテーマなの、忍者ちゃんの曲に。終わったな。終わった。さあ、イカグラ島のみんな、これでもう怖い思いは。おい、なんだよ今のぬるい蹴りはよ。せっかく面白い技を見せやがったと思ったら、最後の最後で手加減しやがって。し、頼むから倒れててちょ。さっきから舞台袖でショーのオーナーが睨んできててさ。知るかそんなもん。それよりもう一度。ああココちゃん、ココちゃん、忍者ちゃんの大活躍でイカグラ島は平和になりました。ココちゃんまだいるの？滞在してたの？ココちゃんよかった。ココちゃん、ココちゃん、みんな忍者ちゃんに大きな拍手。ココちゃんのあれか、頼みでここいるのかな、つてで僕まで姿か。ココちゃんだったね。あんな中途半端な勝負で終わりだと思うなよ。アジトに帰ったら。まあまあ、それは一旦置いてさ、ほら客席から声が聞こえるよ。アンコール、アンコール、アンコール。忍者ちゃんの技すっげー。俺も忍者ちゃんになりたい。私は春侍がかっこよくて好きになっちゃった。この子はあれか、不良に惚れるタイプの子か。将来が怪しいぞ。大丈夫か、大丈夫か。付き合った男に影響されて悪くなっちゃったりしない？大丈夫、心配だぞ、心配だぞ。お兄さんは心配だ。育ちがいい子ほど心配だ。うんうん、少年少女みんな大満足だ。いい仕事してくれてありがとね。お、あ、お、まあ子供好きだからね。これに関してはちょっと嬉しいのかな。まあ、ガキが笑ってるってのは悪くねえな。ああ、こういうところがアーロンの見た目に反して憎めないところ。女性向けだよね。女性向けのゲーム感があるよね。でしょ、おじさんがこの仕事を気に入ってる理由の一つさ。いいこと言って、俺との本気の勝負ごまかそうとしてんじゃねえよな。バレちまうか。俺は先に帰る。あんたが帰ってきたら勝負の続きだ。忘れんじゃねえぞ。誰誰誰。すみません、木馬さん。はい。お時間よろしいですか。まあ、警備員か。警備員か。こういうところでモブの立ちや共通なんだ。何？お給料？ちょうど元気が欲しかったんだ。なんか壊した。オーナーが今回のショーについて説明を求めておられました。どっちだ？どっちだ？素晴らしい戦いだったみたいな。泣きっ面に蜂。あ、これが落ちか。これが落ちってことはダメなのか。あ、怒られたのね。あ、そうですか。そういう感じか。はい。じゃあ、あと2つか。違ったわ。あと4つだわ。2だわ。どうしよう。じゃあ、タクトを見ていくか。はい。ショーの深夜レッスン。アッカルド劇場で行われるスペシャルショーの数日前、夜。オフィスなでしこ、鍛錬場、長えな。ワン、エン、スリー、何回やるねん、ルークのこれ。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。ああ、違う違う。今のは右手が遅かったな。振り付けは覚えたつもりだけど、体がついていかない。そもそもズブの素人が数日練習しただけで大舞台に立つなんて無茶にも程が。漫画的展開だね。このゲーム、そうだけど、この画面上には端っこに小回りみたいなの出てるとこもそうだけど、ちょっと漫画を意識して作られてんだよね。漫画感がある感じね、すごく。桜大戦がアニメを意識してる。命をかけて舞台に上がってる。こっちのボンドは漫画を意識してる感じだね。はい。あなたたちはショーを舐めてると思う。でも認めてくれたわにゃ。ぼやく時間があるなら少
しでも練習しよう。さっきのっていうか、前回のパートのスイちゃんの話の前なのかな。出ないとスイさんたち観客にも失礼だ。よし、もう一回最初から。タクト、流れ的にはそうだね。タクト、失礼ボス、苦戦なさっているようですね。チェズレ、こんな夜中にどうしたんだ。どうと、ボスの様子を見に来たのですよ。大丈夫タクト、ちゃんと寝ないとお肌の調子が悪くなるんじゃないの。タクト的にはそういうの認められないんじゃないの。大丈夫、夜な夜な睡眠時間を削って練習なさっているようなので、お肌の張りが悪くなっちゃうよ。悪い、操作には支障が出ないようにするから。おや、そういうつもりで言ったのではなく、むしろ私はそのひたむきな姿勢に感服しているのです。なでしこ城もあなたの生真面目さを買っていらっしゃいました。美徳として誇ってよいかと。タクトは吐くことも吐くことも全部本気で言ってない感がすごいからな。なんだろうな、上っ面で喋ってる感がすごいからな。そうか、まさに詐欺師だよな。ありがとう。しかしながら、世界広しといえど今のボスのダンスに賛辞を送る人はいないでしょう。お遊戯会に出る子供の方がまだまともに踊ります。そうか、悪かったな。いかがでしょうボス、私に身を委ねていただければすぐに上達させてみせます。なんだろうな、この言葉の言い回し、身を委ねてとかいう言い方。何もでもいいけどさ、もう。そんなうまい話があるか、何か企んでいるのかもですか。あ、いや、タクトは確かに乙女芸出身だからな。そういう意味では楽しいのか。あ、これねっとりした感じ。なりわいやそこからして信頼していただけないのも当然。自業自得と分かっていても辛いものですね。辛いものですね。うわっ辛だな。分かった、お願いするよ。正直自分一人じゃ限界を感じてたところだし。ルークは扱いやすそうだな、タクトからすると。上達させられるものならさせてみろってな。俺を上達させられるものならさせてみろタクト、お前の力でな、やれるものやってみろ。承知しましたボス、はい、ではまず音楽に合わせて踊ってみせてください。本番と、なるほどね、3倍速で踊らせるとかで、本番がギャップで遅く感じるで余裕になる。あるよねその現象、わかる。人に見られながら踊るってやっぱり緊張するな。本番なんてこの日じゃないぞ。何百という観客の目、たとえスイさんとレッドダイヤに釘付けだとしても、やっぱりレッドダイヤといえばディスカードの襲来も見込まれるわけで、そこへの対策も万全に。めっちゃ集中できてねえな。あ、振りを間違えましたか。気になさらず、もう一度頭からどうぞ。次は音楽ではなく私の手拍子に合わせてみてください。おお、手拍子。わかった。前前右ターン、回ったら左足を上げて。ダメ、めっちゃ高速で、タクトが高速で手拍子しやじる。ダメか、ちゃんとしてるね手拍子。この次のところよく間違えるんだよな。なるほど、振りはしっかり覚えていらっしゃるけれど、あなたは頭が良い分考えすぎる嫌いがあるのです。ああ、まあ、詐欺師っていうところからも考えて、人を見抜く力は強いのかな。本番を意識したり苦手な部分に差し掛かったりすると体がこわばりミスが増えてしまう。何も考えない方がいいんだろうね。まずは考えるのをやめてみては。そうだね、まずは考えるのをやめてみては。みんなもそこから始めてみよう。考えるのをやめた。考えないようにするって難しくないか。おっしゃる通り。では考えても緊張しないようにして差し上げましょう。どういうこと、脇腹くすぐる。そんなことできるのか。できますよ。こちらの椅子におかけください。人身掌握術、催眠かける気か。あ、うん。どうやんの、ドレミってやるの。そのまま目を閉じて、肩の力を抜いて。皆さんやってみてください。今から机を叩きます。
よく聞いていてください。ああ、このテンポダンスの曲と同じだ。さあ、この音にだけ集中して。本当にアンチかけられてる。あなたの体は何者にも縛られず、思い描いたままに動く。光に満ちたステージに立ち、歌姫が紡ぐ歌に合わせて、その足は軽やかにステップを踏む。ステージの上、ステップを踏む。たくさんの人がこっちを見ている。そして私が指パッチンしたら、あなたの体の全て私のコントロール下に入るみたいなそういう感じ。さらにもう一度指パッチンしたら、あなたの記憶からは全てそれはなくなる。怖いな。緊張はし、怖いな。それどころか観衆の視線が心地よい。体はますます軽くなっていく。本当だ、肩の力が抜けていく。不思議な感覚だ。まるでステージや観客席は目の前にあるよ。なんか最終盤で実はルークが操られたみたいな、ないよね。タクトにコントロール下にあるみたいな、ないよね。一度かけちゃった解除できるのこれ。おしまいです。では実際に踊ってみましょう。なんか初めての BGM。 1円3円4円。あ、さっきまでと全然違うぞ。できるという感覚に背を押されているような。何それ、すげえ、それいいな。できる、俺はできるぞっていう、そういう感じ。改善しましたね。何よりです。効果が強すぎる気が。ご心配なく、今のはアスリートたちも使うようなごく軽い暗示です。マジで、マジでアスリートの人ってそういうことやってんの、マジ。本当かな。まあ害はなさそうだし、ダンスが上達するのはありがたいか。他人にかけられるんじゃなくて、自分で自分自身にかける自己暗示じゃないの普通他人にかけられるって怖いな。私はこれで失礼しますが、今の感覚を忘れないうちに何度か踊ってみることをお勧めしますよ。わかった、そうしてみるよ。ありがとう、ジェズレ。健闘をお祈りします。怖っ。あの分ならショーでつまずくこともないだろう。レッドダイヤのすり替えもディスカードの襲来に乗じた私の計画も、ああ、滞りなく進むはず。まあまあ計画のために踊ってもらわなきゃ困るってことか、タクトとしては。タクトの心の中が出るのは初めてか。しかしあれほど簡単に暗示にかかるとは。まあね、ルクかかりそう。我らがボスは大変御しやすい。私の目的を踏まえれば好都合だが、正直つかめない。ん？なぜ彼でなければならないのか。どういうこと？こういうサブエピソードでちょくちょく謎ってか本筋にかかりそうな何かが言われてくる感じだね。なるほどね。はい、じゃあパート3つになっちゃうな。一旦このパートはここで休憩します。次回残りの3つを見ていきましょう。ありがとうございました。ありがとうねー。